どうもこんにちはユーパール副部門長の富澤でございます本日はこの大変お忙しい冬の日曜日に皆さんにおいていただきまして本当にありがたく思っております。で本日のシンポジウムアジアの共有地の共有につきましてどういった思いで私どもこれを企画したのかその趣旨をお話しさせていただきたいと思います。 でまあ、のこう書きましたが、えー、私どもは図書館そしてまあアジア研究研究や図書館において共有というのがもちろん必要だというのは、まあ、自明ではありますでアジアを巡る共有を考えなくてはいけないんですがそれを私どもはアジアの中から考えるというその二段構えの形でやっていきたいというのが今回のツではないかと私自身は思っておりますのでそういったことを少しお話しさせてください。 さて、まあ、アジア研究図書館計画というのはいろいろあるんですけれども一、まあ、つ大きなそのハードの問題は、えー、もうご存知の方も多いようにこの総合図書館の前に50メートルの穴を掘りましてで、まあ、大きな大きな300万冊入る書庫を作っているのがもうすぐ出来上がります、まあ、稼働できるまでは乾かしたり時間がかかるんですがそして本館の改装をしましてその4階が丸々アジア研究のための開花フロアアジア研究図書館開花フロアになります。 そしてこの地下書庫にも数十万冊のアジア資料が集まりまた一方で岩石はこちらの東洋文化研究所に集まるそういう岩石の分館ができるということを私ども計画しておりますでいろいろな壺があるわけなんですけれどすごく単純化してしまうともちろん1つは資料アジア資料が集約され当然拡充するそして 先ほど箕輪教授からも話がありましたように図書館自体が研究機能を持つというのが新しい点です研究施設が図書館を持つのは当然あることなんですけれども図書館が研究機能を持つのはそれほど数が特に日本ではないわけですそれが成り立つことでアジア新しいアジア研究がきっとできるそして新しい図書館ができるとそしてこの要素から新しいアジア研究のハブ的拠点ができるということを私ども期待しているわけです で資料を集約拡充するということで、私ども頂い,いている寄付金で新しい貴重な資料を入れるほかに、えー、いろいろな寄贈資料を受け入れるなどしておりますが、やはり期間になりますのは、東大の35にわたる図書館、図書室、そしていろいろな研究室にいろいろ散在しているアジア系資料を、無理のない合理性のある形で、ある程度集約したいと思っております。で2013年度にやったアンケートでは、このぐらいのものが集約されるだろうと言われています。 これ無事実現できるかというのは大きな課題になっていますそしてまあ研究についてもこのようなことを考えている以上今までは基本特に総合図書館というのは東大の人のための図書館という面が圧倒的でしたがアジア研究の図書館である以上それは東大外そして国外までも射程に入ってくることになりますですので当然図書館当然研究が持つべき共有というスコープをさらに超えてやはり 資料ととと研究と情報と空間のの共有の求めが強くくれてくるわけですただそれを実際どのぐらいどのようにというところに実際の仕事に取り掛かればそれは非常に簡単ではないということを我々は日々感じていてそれでこのようなシンポジウムをやりたいと思うわけですでもちろんその共有というのはいいことだというのは基本は誰もが合意していますがでもやろうとするといろいろな引っかかりが出てまいりますアジア研究図書館にとって共有重要なわけですが やっぱり疑問や心配は実際には出てまいりますやはり今まで自分の研究室にあった本ここにあった本をその自動化書庫というものに送り込むということに不安を持たない人は当然いないわけですしで、まあ、例えば、えー、全ての本を一番合理化するならば みんなバラバラに集めてたのをやめても一括して集めましょうっていうのは例えば重複もなくなるという,う点はありますがそれが果たしていいコレクションを作るシステムかというと簡単ではないと思います。というのはちょっと生々しい書き方しましたが優れたコレクションを作るのは実は研究者の私利私欲ではないかという面があります。 まさに自分がこの研究をしたいこういうコレクションを作りたいという熱い思いがあって目の前にそれが並ぶというような気持ちをなくした時に人はちゃんとコレクションビルディングができるのかというのはなかなか簡単なことではなくて多分こういった仕組みを殺さないでなお無駄なく集約するという微妙なバランスを取らねばなりませんまたみんなのものにするのはいいことに決まっていても例えば貴重資料が誰もがどん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 ですねアクセスするということがあれば問題がある必ずアクセスコントロールの問題が出てきますそれは空間についても同じです そしてつまり共有するって誰までなの誰がそれをコントロールするのという問題が出てきますこれは例えばデジタルアーカイブについて、まあ、日本中いろいろなバラバラなアーカイブがある時に共有するのに一番単純に思いつくことは日本中世界中で同じ企画同じシステムを使えば中央集権的に一つにできるでもそれがいいかというと実はそういうふうに誰か一人の主体の周りにみんなが言うことを聞いていくってわけにもいかないということも私たちは気づいておりますそういったいろいろなテーマを目の前にした時に共有って結局どういうもので で私有共有のどちらかを選ばなくてはいけないのかどういう共有を目指すべきかというようないろいろな疑問つまり共有の概念と実態を改めて考えることが必要だということをまあしみじみ感じておるわけですで私自身はあのオリエンタリズムというようなテーマを研究していますのでアジアで私有とか共有って出会いなのを思い出される議論がありますアジア的占有正論というものでしてこれはまあヨーロッパ人がアジアに対して抱いた一つのステロタイプなんですけれども アジアっていうのは王様が恣意的に先生を振るっていて人民は隷属しているだけだと法の規制もないと全ては王のものでここは大事ですが私有の概念がないのであれ,あれらは発展しないのだというですねまあ典型的なオリエンタリズム的議論ということが言えます例えばベルニアの「ムガル帝国史」ではこの私のものとかお前のものとか呼べるような土地が東洋にはなくてあったほうがいいんだよと。 トルコ、ペースやヒンドゥスタンという3つの国家は土地資産と所有権に関して私のものやお前のものをなくしてしまいましたがその結果、暴政と崩壊と後輩に至っているとまで言われている、まあえー、いろいろ議論がある、まあ、この後これがいろいろ形を変えながら継承されていくわけですがつまりざっくり言ってしまうとアジアにはそもそも私有概念自体がないだからそういう話なんですねで私有こそが、えー、よき近代社市民社会のもといであるというわけです。 で当然これはオリエンタリズムだといって批判を延々されてはきましたがしかしです世界中が常に同じ私有共有の枠組みを持っているわけでははないといととととうここを相対化してみること自体は重要だと思われますですのでここには非常にアジアと共有というのを考えるときにはそもそも非常に微妙な関係があるということが感じられますでちょっとそこで2つの例なんですがアジアコモンズ論というのとコモンズの悲劇論というのをちょっと触れたいと思います アジアコモンズ論というのはいわゆる知財のライセンシングのクリエイティブコモンズというものをアジアにどう持ち込んだらいいかということに関しての議論であります。であるホームページから少し聞かせていただきましたがアジアコモンズという取り組みはそもそもクリエイティブコモンズの概念が市民間の名分的な契約という欧米的思考から生まれてきたという背景を批評的に捉えて CC とアジア各国における地域的なリアリティを再接続していくためのフレームワークとして開始されましたと。 そうういったような議論であります背景にあるのはアジアに CC 等の知財ライセンスの論理は根付かないのではないかとか何か根本から見直さないとうまくいかないのではないかという議論でしたこれちょっと盛り上がった時期から今遠ざかりつつありますが今なおこの問題は解決していることではなく重要な問題として生き続けていると思いますで次コモンズの悲劇論というのは知っている人には有名なんだそうなんですけれども 結構古いいんんででです。す。す68年ののの生物学者の論文のタイトルですでこういうなんですね、えー。共有地コモンズで僕が牛を飼うとみんなが同じ場所を使ってると他の人に抜き先に行かれちゃうのが怖いので自分の利益を最大化しようとして先行きなんか考えずに互いにより多くの牛を放牧するためついには牧草が回復できなくなり土地は荒廃すると。 これ自分の土地だと来年も使わなきゃと思うのでコントロールするのに共有地に関しては人間はそういうことを忘れてしまうというつまりコモンズは後輩に至る運命にあるという非常にまあ悲観的な話なわけですでまあこの一方にアンチコモンズの悲劇とのも気になるけどちょっと時間の関係で起きますさてでまあこの議論面白いんですが当然極論でして散々批判をされてきました一番わかりやすい批判はこれでして完全なるオープンアクセスでなければこんなことは起こりえないと。 つまり誰でも,もう何でも規制なくて勝手に共有してるんだったら疑念上これ起きるかもしれないけどそうじゃなければ起きえないそして実際のコモンズは細やかな相互規制の上にあるのだとこれが一番強い反論だと思いますちょっとねこのオープンアクセスという言葉がまさに図書館で気になる言葉でえオープンアクセスはやっぱり危ないのとかいろいろ気になるんですがそれはちょっと起きます さてこの実際のコモンズはどうだという議論のときに最もテーマになりやすかったのが途上国非西洋のコモンズでしたというのはこの議論が最も期待されたのが環境論とかあと資源論なわけですねでそういうときに先進国と途上国の間の壁というものが論じられるときにしばしば援用されたからですでこのつまりコモンズの悲劇論というのは西洋非西洋の溝としばしばくっつく形で展開してきたということがありますで、えー ここでちょっと人の論文を課題させていただきますが、矢渡谷先生という方の論文は、そのことをこういうふうに説明してくださっています。例えば、言説としての悲劇の発想を育んだ西欧の近代化思想こそが、現実のコモンズを衰退に追いやった元凶ではないかという指摘があるのだとで。そういう批判の中では、近代化批判の立場からコモンズの悲劇は資本主義を生んだ西欧近代市民社会の思想的根拠を体現するものだと。 でそこには排他的暴力的な近代的統治所有思想のようなものが深く反映されてるんだというわけです。そして、西洋社会の伝統では共有を私有の弊害を制御する歴史的な経験値と見ているんだというような議論のがなされてきたと整理されています。で雑にしてしまうとここまでの話というのは、えー、コモンズの悲劇論というのは実は 近代西洋的私有共有枠組みの限界こそを示してるんだという反論がなされてきたそして非西洋社会にはもっと豊かなコモンズがあるという反論がなされてきたということですただまあこれは今の藪谷先生がこの論文で実際書いているようにかなり留保しなくちゃいけないちょっと単純化が過ぎます というのは2年前の結び開くアジアがまさにアジアという概念がどう使われるべきかということをテーマにしましたがやはり西洋と東洋というものを対峙するために使い続けているところにはおそらく生産性はないわけです。とはいえ世界中が常に同じ共有所有や共有の枠組みを持っているわけではないことは重要です。 そして所有か共有かの二者択一の捉え方のどちらかに懐があるわけではないことは我々は感じていますがしかしその先に行くとどうなるんだろうというところでどうしても立ち止まるわけですそこでアジア研究図書館を作ろうとする我々がこれにアクセスするにはこうすべきだろうとつまりアジアをめぐる共有をアジアの中から考えるというアプローチこそがふさわしいと考えたわけですと言いますのは先ほど言いましたように私たち新しい研究図書館の 新しいアジア研究新しい図書館を作ろうとしているそこは資料を介してアジア研究の過去現在未来をある意味対象化して騒乱するような視点というのはそこに強く表れてくると期待していますどんなアジア研究というのは実際全ての参与する人が決めていくことですが大きな特徴としてそういうメタアジア研究的な視点トランスアジア研究的な視点というのは強い方向性としてあると思いますですのでこのここですね アジアの地をどう共有していくかという問題をアジアの中にどのような共有概念があったかということとこう横冠する形で考えるということこそが我々にとってこうふさわしいア,クセスアプローチであると考えたわけですそのようなわけで本日は素晴らしい、えー、登壇者4人を得ましてそして多くの方に来ていただきましてアジアの共有地に共有についていろいろと考えていきたいと思っておりますどうぞよろししくお願い申し上げます。